イッサのギター教室。初めまして、皆さん、荒削りの石坂と言います。今日はちょっとギター教室ってことで、大事なことをしようかなと。ギター、はい、お願いします。まず、はい、ギターは、はい、弾かなくていい。生まれた街を生まれた。ほんま、ほんまですか。弾かなくていいんだ。いいんですか、ね、ギターっていうのは本当に弾かなくていい。そうギターソロっていうのは虫ずが走るギターソロな。ギタリストやめろ。本当にいらん。ギタリストやめろ。ギターソロって言って、ギターリストがもうブワー弾いてる、誰が覚えんねんそのギター。それよりももっと曲のことをなんか理解できるようなギターを弾いてください。はい、あなた、そこのあなた、はい、例えばイントロでサビのメロディーを弾くだけでもそれでギターは大丈夫です。A メロ B メロ弾かなくて大丈夫です。あ、そうなんですか。サビになったらコードを弾きゃいいんです。そうなんですか。はい、感想またサビと同じメロディー弾いたいんです。それでもうなんか形になるから。あ、バッチリですか。なる、マジでなる。ありがとうございます。それで大丈夫です。はい、キャッチーさ必要だ。はい、上物って言ってるギターって。はい、ってことは曲のイメージをすぐに教えなあかん、ギターで。はい、この曲のイメージはこうですよって歌のないイントロとかで教えなあかん。はい、やった時にうわーいって言ったら、ああ、なんてってなる。はい、はい、なんか早口すぎて何言ってるかわからんみたいになるよ。はい、はい、そういうのって。はい、だからちゃんとゆっくり喋る。ゆっくり喋る。そう、ゆっくりギターでゆっくり喋る。なるほど。この曲はこうですよっていうギターを弾くっていうこと、わかります。はい、わかりますかって。わかります。わかんのかお前ほんま、はい、意味わからんギター弾いてお前は。いつもいつもなんかデモの中にいらんギター入れやがってよこの野郎。聞きづらいんじゃ曲が。なんかお気に入りのフレーズありますか。お気に入りのフレーズ、あ、これかな。夏暮れのイントロ。これシュンバが考えた。おい、自分のやつ。生まれた街を生まれた。だよ、ツッコめよ。じゃあ、まあ、ギターは弾かなくていいってことで。ギターは弾かなくて大丈夫です。はい、はい、じゃあパート2でお会いしましょう。はい、2あんの。ありがとうございました。